吉田さん、山登りって意味あるんですかね。登ってみないと分かんないですよね。登ってみた結果ヘトヘトで景色を見る余裕なんてないぐらい疲れてしまうのか、それともね、登ってみたらうわーすごいな、疲れぶっ飛んだよ、価値観変わったよみたいな景色が見えるのか、それとも山を登る途中に転落して、事故死するのかね。やってみないと分かんないですよね。だから少なくともやったことがある人に聞くと思うんですよ。でも聞かれた方としては自分の体験からしか答えが導き出せないんで、あんまりヒントにならないのかなと思っちゃったりしますよね。だからね、YouTube の動画を1万本作ったらどうなるのかっていうのは私の体験では言えるんですけども、あなたは体験してないからまだアドバイスができませんって話なんですよ。私はこうなりましたよ、でもあなたまだやってないんで何もアドバイスできないです。だってあなたやってないんだもん。ただあなたじゃない私がやったらこうなりましたっていう話ができるんで、じゃあ再現性あるのかって言われたら、それ知らねえよって、知らねえよって話じゃないですか。再現性って、だって再現はもうすでにしてますからね。次の1万回に向かってますからね。まあ、10万回とりあえず行こうかなと思う人に対して1万回やって意味があるのっていうのは何なんですかね。意味があるからあなたは私に聞いたんでしょってことだと思いますし、まあ、少なくとも動画を1万本上げる人ってそんなにいないんですよ。でも1000本上げる人もそんなにいないですよね。でも10本上げる人って結構いるんですよ。だから動画10本20本の間は過当競争なんですよね。いや1000本でも過当競争です。そんなにできないよってレベルまで来ると、そのいささか協力、競争ってのはね、いささかちょっとこう色を落とすのかなと思うんで、ちょっと楽になるかと思いますよね。でもそもそも誰かと競争してるわけじゃないんでね。だって人の動画見て再生数を競ってるわけじゃないですよ。そんなチンケなことやってるわけじゃなくて、ただ自分の発信をしてるだけですよ。だって情報発信するのが言ってみれば仕事ですからね。いってらっしゃい。